腹を据えることです。たたばしない。う私が宗教家になる前若い頃次々といろいろな不運が続きましてどう努力してもうまくいかないこれは絶対成功すると思ったことが外れてしまう。 思いがけず次々とこう不運不幸が重なってくるんですで私は考えたこれはおかしいぞそこで運命学を学んでおりましたから自分の運気を見てみたすると天明札に入ってるわけですねしかも入ったばかりですそうすると2年間はダメなわけですねそこで私は一切のことを法的したこれは うまくいいかかなかったこととを深追いしていると泥沼に陥ってしまうそして2年あるいは2年半過ぎて天命め札が終わっていい運気の時にその運気をダメにしてしまうそう思って私は一切法的してしまった先輩や何かが一つ力を貸してくれ仕事を手伝ってくれ随分 言ってきましたけれども私は一切断ったいや私は今不運の絶,、ね、絶頂っていうのはおかしいけど不運の真っ只だかのいだから私があなたに協力するとおそらくあなたに運気も損じてそうしてうまくいかないことになるだろうと思うせっかくのご工場に傷がつきます私は天命札が終わるまでじっくり。 修行すするつもりで勉強しますそう言いまして私は一切収入はなくなったけれどもどなたのお誘いにも乗らなかったそれから約2年半私は100円亭主になったんです家内から朝100円もらうんですでその100円もらって図書館にで図書館で片端から本を読む 今は貯蓄する時期なんだと意味は今は蓄える時期なんだ知識を蓄える時期なんだそう思いましたから私は図書館へ行って夕方近くまで片っ端からこれはと思う本をどん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 一日に10冊以上読みました今「速読術」などといって本を早く読む術を教える本なんか出ていますけれども。 ああいうものがそんなに学ばなくったって一生懸命本読んでらさあっと、ね、縦書きの字を横に斜めに読めるもんなん一日に10冊以上読んだでまあ今日はこれでいいと思いますと図書館を出ましてで図書館で35円か40円のそばが昼飯を昼飯ですからこれを食べる。 で少し早めに出ると５回所行きましてね、５二三局打つ。この席料が三十円ですよ。だいたい図書館の入館料とこの５の５回所の席料で八十円飛んでしょ。後の二十円は電車賃というようなことで、子供に何かお菓子でも お土産に買って帰ろうと思う時は誤解書に寄らないでその30円でキャラメル当時はキャンデーなんてしゃれたことはないキャラメルかチョコレートを一つ買って子供にやるしかし私は怠然としていましたね今は運が悪いから俺は何もしないその代わり知識を十分に蓄えておく。 一旦運気が良くなった時には俺は天に舞い上がるぞ運気が来た時に自分が内容が貧しかったならば花咲くことがないんですよ自分に肥しを与えておかなければいけない肥料を与えておかなければいけない十分に肥料を与えておいたならば時期が来た時 見事に大輪の花を咲かせそして実らせることができるそれを運が悪い運が悪いとぼやいて焼けだけ飲んでおって運が回ってきた時どうしますか貧しい自分がどうして花を開かせることができるかその後も私は自分の運気が悪い時には絶対積極的に物事をやらない退いて自分を 肥やすための知識を吸収することに充てました運気が回って運が良くなると忙しくなりますそうすると本もろくに読んでいることができなくなるんだところが運が悪い時にはお呼びがかからないから時間がありますよその時に片っ端から本を読んで知識を吸収しておくそしてその次に来るところの三年なり四年の 良い運気の時にそれを放出するわけですよ。これを繰り返していったらどんな人でも必ず成功する。そして一生に一度大運の時期が来た時に思,思いっきり打って出るわけです。そこで大きな花を咲かせ大きな収穫を売る。これで人生決まるんですよ。 ところが多くの人を見ていますとその反対をやっているわけですからどうにもならないんじゃないかもちろん皆さんは運命学をやっておりませんからいつ運気が良くていつ運気が悪いかなかなか判定困難でしょうけれどもまあそういったことは機会があり次第私が教えてあげますし自分自身今運気が悪いんだなぐらいのことは 分かららななきゃならんののですよ人間というものは今は運気がいいぞそれを判断してそしてその通りやっていくことが人生の達人ということなんですねそして私は常に自分の運を信じておった私の運は晩年運だと42歳から私の運は開いて大きく花開く誰にも負けない大きな運気を俺は持っているんだと。 しかし42歳まではその運気はない晩年運だだからどんなに苦しいことがあっても私は平然とした大然としておってそうだろう今運が悪いのは当たり前なんだこれぐらいで済んでるんだったら結構じゃないか人間健康で生きている限り運が回ってきた時に大きな仕事をすることができるんだそう思って私は自分の運を絶対に信じてお 時期が来たならば俺は立派な仕事を成し遂げることができるぞ俺は運がいいんだ自分の運を信じないでどうして幸運を得ることができますか幸運を得たいと思ったならば自分の運気を信ずるんですよまず私は運がいいんだ必ず成功するぞ今は風向きが逆なんだ 立派な船船とといいううものは船待ちという風待ちというものをしますよ風が逆に吹いてる時に船出すばかはないんだから今は逆の風が吹いてるから悠々と待っとるその間ちょっと勉強しようかそう思って一旦風が回ったならば一気に太陽に乗り出すぞ俺の運気は絶対だと信じなさいよ。 いやー運が悪くて信じられないんですよ。んなことない今日放送後まで補寿さん様にお願いして少なくとも今月1か月分の運気をあなた方は持ったんだから絶対大丈夫運がいいの運は信じましょう自分の運気を信じないでどうして運が良くなれるか良い働きができるかということですね。